想のつかない未来は今さらどうすることもできないと鈍いように輝きをくすぐらせてワンルームのベッドの中でふて寝しているつけっぱなしにしたテレビではアナウンサーが黒い服を着て参列者に話を聞いている未来がお亡くなりになりましたテロ関連施設ミサイル攻撃のニュースを聞きながら胸を痛めて見せるやちみのの夢にぶら下がる僕の頭上を人生を俯瞰でしか感じられない僕らの日常をすれすれにかすめてミサイルが飛んでった僕らの自由とはミサイルで僕らの自由とは平和主義で全てを作り直したくて全てを壊してみたりする僕らの自由とは芸術で僕らの自由とはリストカットで全ての人に認められたくて全ての人を憎んだりするって等しく惨めに命を這いずって死にたくねえと言えばそれで済んでしまうそれだけに何百小説も費やして年3万人の自殺者の切迫した動機のそれぞれを食い物にする歌うタイトワイドショーの明確な類似性を人生の気まずさを穴埋めしたいがための大義をすれすれにかすめてミサイルが飛んでった僕らの自由とは心療内科で僕らの自由とは承認欲求で全ての人に優しくされたくて気づいたふりをしてみたりする僕らの自由とは信仰で僕らの自由とは唯別論で全て人のためだと言い聞かせて固有名詞に放たれた銃声は僕らにとっては時報ほどの響きで上空を通り過ぎたミサイルは未だ誰の心にも落下せず自堕落な生活の果てに待つ結末ののっぴきならなさと暗雲垂れ込める時代の不安が図らずもリンクしたどうせならこのモヤモヤをろくでもないこの世界をなんて口走る自己弁護を吹き飛ばしてくれよ僕らの自由とは帰らぬ日々で僕らの自由とはこぼれるひとしずくで